博多南線は、福岡県福岡市の博多駅から、福岡県春日市の博多南駅までを結ぶ、西日本旅客鉄道の鉄道路線である。全線が、福岡近郊区間に含まれる。山陽新幹線の博多駅から南に 9.2km のところにある、車両基地までの回送線を旅客線化した路線である。 新幹線用の設備を使用し、新幹線車両を使用するが、全国新幹線鉄道整備法の定義から外れるため、JR 西日本では新幹線鉄道ではなく、普通鉄道として、当時の運輸省に認可を申請した経緯から在来線としている。一方、施設そのものは新幹線の構造物であるため、新幹線特例法の対象となっているほか。 東路線の列車を運転するのに必要な動力車、操縦者運転免許の種類は、新幹線電気車であり、在来線電車の、公主電気車免許では運転できない。博多南線と同様に、新幹線用設備を使用するものの旅客営業場は、在来線として運行する路線には、東日本旅客鉄道の上越新幹線から分岐し、 上越線の支線として扱われる越後湯沢駅、ガーラ、湯沢駅間がある。博多駅博多南駅、博多総合車両所間のキロポストは、博多総合車両所への回送線用の東京起点のものと、博多南線用の博多起点のものとの2種類が設置されている。なお、博多南駅ホームは、 博多総合車両所内の校内車両基地の生誕の線路に単式一線で設置されており、車両を所下り方への入れ替えも可能になっている。保安装置はアナログ ATC-1 から2017年2月19日に山陽新幹線と同時に ATCNS へ更新された。なお、九州新幹線部分は開業当初からケース ATC である。 車両基地が建設された中川市は次第に市街化してゆき発展した。しかし当時この地域は福岡市中心部への交通アクセスが悪く西鉄バスでは1時間近く要するため地元住民から海藻線に乗せてほしいとの要望が山陽新幹線を運営していた日本国有鉄道に寄せられるようになった。しかし国鉄改革時に 九州地の在来線は JR 九州が経営するという取り決めがあったため、その整合性が問題となり、JR 側と地元住民との間での調整は難航した。最終的に線路の保有と列車の運行、管理は JR 西日本、博多南駅の営業業務は JR 九州に委託するということで決着し、1990年に 開業するに至った。博多駅から博多総合車両所までの区間は、改送線であるため、JR 西日本は新たに、第一種鉄道事業免許を取得した。博多南線の開業により、福岡市中心部への所要時間は、車では1時間ほどかかっていたものが10分程度へと、大幅に短縮されて、利便性が向上した。その後、博多総合車両所周辺は、 急速に宅地化が進んでいる。なお、2010年4月1日から、博多南駅の営業業務は、JR 西日本の直営となり、緑の窓口が設置された。2011年3月12日に全線開業した、九州旅客鉄道の九州新幹線鹿児島ルートは、博多南線 8.5km のうちほとんどの区間を、 九州新幹線の本線として使用するため、開業前には、博多南線の運行本数が大幅に減らされるのではないか、などと懸念する声が出て、福岡都市県広域行政推進協議会から、福岡県知事へ、博多南線の存続並びに、利便性の維持向上に向けて、積極的に働きかける、よう提言書が出された。 これに対し JR 西日本は2010年9月時点で住民のライフラインとして定着している路線。利便性維持に可能な限り努力していきたいと述べ、九州新幹線全線開業時のダイヤ改正では、休日朝の上りが2本削減されたのを除き、運行本数は据え置かれた。なお、九州新幹線の列車も、博多南線との共用区間では、 時速 120km の速度制限がかかる。博多南線の行き先表示は、一部の上り列車を、除き、小玉、光などの列車名の表示がない九州新幹線との線路共用部分は、博多駅から博多総合車両所の北方分岐までに限られる。また、九州新幹線上には、博多南駅は存在しない。よって、九州新幹線を含む、 他の新幹線との乗り換え駅は、博多駅となる。朝の上りは1時間あたり2から4本、夕方以降の下り列車は1時間あたり2から3本、それ以外の時間、方向は1時間あたり1本の頻度となっており、通勤、通学に合わせたダイヤとなっている。回送線という性格上、朝の上りと夜の下りに本数が集中する一方、 逆方向に当たる朝の下り発列車は7時台と遅く夜の上り終列車は22時台と早い。博多南線は在来線の扱いであるが新幹線用の運行設備、車両での運行のため全列車特急列車扱いである。しかし JR グループの特急列車では唯一列車名の設定がない。博多駅の電光掲示板では四十一号の ように号数のみが表示され、列車の行き先表示には、博多もしくは、博多南のみ表示される。また、全列車特急列車であるため種別の案内もない。博多南駅行きの列車に対しては、博多駅ホームの自動放送では、小倉、広島、新都市、熊本方面には行きませんのでご注意くださいと、注意喚起がなされている。乗り換え案内サイトにおける。 博多南駅の時刻表は全ての上り列車が特急博多行であると記載されているが実際に博多駅で折り返す列車は数本程度でありほとんどの列車が山陽新幹線との直通運転を行っているそのため博多南駅構内の時刻表では山陽新幹線内の行き先が表記されているほか 博多南駅のホームに入線した時点で、山陽新幹線内の種別、行き先表示がなされている場合がある。一方、山陽新幹線から博多南線に直通する列車は、山陽新幹線区間では原則として、小玉博多行として運転され、博多駅にて、博多南駅に行き先変更がなされるが、小倉駅の一部の発車表では、 小玉博多南行という案内がなされる。直通列車の大半が山陽新幹線内で小玉として運行されるが、上りの始発列車のみ山陽新幹線内で光レールスターとして運行する。直通列車は厳密には山陽新幹線内と博多南線内で別列車扱いとなるものの、博多南線、山陽新幹線ともに 共通の列車番号となっている。ただし、光レールスターとして直通する列車は、博多南線内においては別の列車番号が付与されている。なお、線内完結列車の列車番号は2800番台となっている。山陽新幹線、九州新幹線で使用される車両、編成が限定使用される。なお、車両の配置区所は、 JR 西日本博多総合車両所と JR 九州熊本総合車両所である。博多南線内では開業当初から全車両、禁煙となっている。JR 九州所属の車両も博多南線の営業用列車として定期運用で本路線に乗り入れる。大半の列車は5 0 0系、7 0 0系が使用されており、ごく一部に n 7 0 0系を使用する列車がある。 編成量数は8両編成に統一されている。博多南駅のホーム有効長が8両分しかない。ため、東海旅客鉄道所属車両を含む16両編成は、使用されない。博多南駅に到着する100計100円の博多、博多南間片道特定特急券。博多南線は前述の通り、全列車が新幹線用車両により運行される。 在来線であるため、運賃、料金制度上、他路線とは異なる特殊な取扱いを行っている。博多南線で運行される列車はすべて特急列車扱いであるが、同線は中川市と福岡市の通勤、通学客の利用を想定して、新幹線回送線を旅客化した経緯があるため、特急料金は520円ではなく100円と安価に設定されており、 運賃込みで、全区間片道300円となっている。その一方、赤昌線や大宇本線の一部区間のような、特急料金不要の特例区間の適用はなく、また、青春18切符など、普通列車しか利用できない、フリー乗車券での乗車はできない。博多駅で、他の JR 線と乗り継ぐ場合、運賃は通算されるが、特急料金については、 山陽新幹線から直通運行する列車を利用したり、改札を出ずに、山陽、九州新幹線と乗り継いだりする場合でも、通算されず、別途必要となる。n 7 0 0系のグリーン車を除き、山陽新幹線内で指定席となる車両も含め、全車両、全席が自由席扱いとなる。博多南駅では、 IC カード乗車券及び EXIC に、非対用であり、これらの乗車券により、博多南線の区間を乗車することはできないで下車した場合と同様に各駅での生産証明扱いとなり、東海道、山陽新幹線の各駅で、生産証明を持参し出場処理を行うまで、EX、IC カード等は利用できない。また、 博多南線他の JR 在来線間の乗り換え時に他の在来線で IC カード乗車券を利用する場合は一旦改札外に出て各々の通常改札を利用する必要がある。守護下等のエリア内エリア外相互間の利用と同様になるため博多南駅と目的地駅間の時期乗車券、定期券を使用しないと博多駅の新材乗り換え改札は通過できない。 半室グリーン車が連結されている N700K で運行する列車において、グリーン車を利用する場合、運賃、特定特急料金に加え、特急、急行列車用グリーン料金が必要となる。当該列車のグリーン券は、当該列車車内と博多駅、博多南駅の緑の窓口で発売し、指定席の座席指定運用はされていない。また本路線のグリーン券は、 マルス発見ができないため、博多駅、博多南駅で発売する場合でも手書きの料金、補充券による発見となる。2011年3月12日のダイヤ改正で、博多南線での N700 系運用が開始された、当初は、当該列車の車内でのみ、グリーン券を発売していたが、2011年11月30日から、新たに2往復が設定された時に、 博多駅、博多南駅の緑の窓口でもグリーン券を発売するようになっている。全線が新幹線鉄道事業本部の管轄である。利用状況、ありがとうございます。